なんだかんだね、このメンツが一番使いやすいなっていう感じなんで、このままこれは行こうかなと思います。よし、行きましょう。行こう。みんな頑張ろう。おい。よし、囲っていけ、囲っていけ。全軍構え、落ちて。今がチャンスだ。今がチャンスだ。落ちて。逃がさない。よし。やばないっすか。やばないっすか。よし、進んでいこう。負けるな。よし。いけいけ。いけ。この作戦で。今がチャンスだ。進め。逃がさない。今がチャンスだ。いけ。こっちへ。逃がさない。こっちへ。今がチャンスだ。全軍構え。まあでも囲っていけば大丈夫かな。よしよし。オッケー。負けるな。よっしゃ。なんと。おい。で、いますね。今チャンスだ。この作戦で。囲っちゃえば大丈夫。よっぽど大丈夫。力で圧倒していけ。一旦引いて、ちょっとジーヤさんのとこが危なかったんで。では仕切り直していきましょう。もうちょい、もうちょい。よし。よし。もうちょっとかな、ゴーランさんのところね。見えてきましたね。でかいな。周りから来てる感じか。よし。やばい、ちょっと迷った。いや、もうスパートかけていいでしょう。オッケー。
合を入れ直せ。この作戦で今がチャンスだ。ああ頑張れ。おいっと、今がチャンスだ。今がチャンスだ。進め。よし。おい。どうも。頑張れ。ジャコバ様復活。オッケー。今がチャンスだ。おっしゃー。いけー。頑張れ。すげえ、みんな頑張ってくれてる。よし、僕たちの勝ちだ。ということで、いよいよ乗り込むっていう感じですよね。うちのおさんこのタイミングか。いやでもめっちゃいい一枚っすね。よし、行きましょう。でかいでかいな。ちょっとどうしよう、心の準備をしよう。あれ、なんかいるんだけど。うわー、レベル高っレベル高っ。怖っ。とんでもないとこ来ちまったよ。魔晶器まとってる敵さんもいいんじゃん。怖っ。よーし、では、改めまして、行きましょう。あー、進軍バトルか。ゴーラも。もう全部。もう財力はめちゃめちゃ持ってるんで。よし、行きましょう。そんな。でかいなー。のお腹あたりね。全軍前進。行け。どう来るのか怖いんだけど。
おお すげえ動きしよるな。よいしょ。この作戦で今チャンスだ。え、待て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 当たってた、そもそも。こんな感じだよね。よしよしよし、当たってる当たってる。かわいい、ピクミンみたいすごくピクミンみたい。なんだなんだなんだ。行け、進め、行け、前進だ。すげえよな、もうエヴァン腹から声出てるもんな行け、進め。それそれやばい、それえぐい。負けるな。おお、進め。おっしゃ、完全に気を取られてしまったこっちに。よし、みんな全力で行けよ。行け行け、いいよ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 。行けるだけ、行けるだけ行こう。全部構え、行け。オッケーオッケーオッケー。それどうすんの、それどうすんのそれどうすんの。負けるな。もっと早めに引いてたら大丈夫だったかな。負けるな。えらいこっちゃ。任せたよ。それやばいじゃん負けるな。目から魔漢交殺法じゃんそれ。それをやり過ごして今経験値獲得しましたよし、いける、今のうち。いけ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 、全身だ。よし、オッケー。よし、いよいよ体内か。ありがとう、行ってきます。やった、みんなのおかげだよ。よかった。ああ体内ですね。ええ、よし。ゴーラ本体だけでなく邪神体内に現れるモンスターには聖剣グラディオンで大きなダメージが与えられるはず。マジですか。それはマジで使えますよね。普通に装備扱いであるのか。それならちょっと聖剣グラディオン超えしてる聖剣グラディオン超えしてしまった装備がちょっと一つあるんですが、まあ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 、よし、そういうことですね。装備の方整えました。編成はね、
この3人で行こうかなと思います。なんだかんだね、この3人が個人的にはすごくやりやすかったので、いろいろ試したところ、でグラディオンにもしてあるので、おお、これでいつでも体内に来られますね。うん、ああ、そっかそっか、普通にこっちを先にやるべきって感じね。よし、自由に体内行き来するってことができるってすごいな。使ってみたいよ。うわぁ、なんだなんだなんだ、これ登ってくんか。お、いけそう、いけそう。すごく綺麗なんかすごく失礼だけど、すごく綺麗そうなってんの。何？これは町？一体どういうことだ。これが異空間に飲み込まれたアラーゴリアの国？いえ、おそらくこれはハムナルの欲望が具現化したもの。滅びを迎える前のアラーゴリアの町並みだと思われます。なるほどね。あ、じゃあこれは偽りの景色っていうことか。向こうに見えるのは城だよね。よっしゃ、あそこっぽいっすよね。よし、行きましょう。一応邪神体内っすもんね。ちょっとね、ローランが心配ではあるんだが、ここにもありますね。なんだあれ。魔晶器に積まれたクリスタルがある？みんな気をつけて。うわでもこれ戦わないといけなかったやつかな、多分。そうですよね、そう思って戦うことにします。まあいけるでしょう。なんたって聖剣グラディオン持ってますからね。よし、ということで倒しました。ありがとうございます。まあ全然いけるかなぐらいの感じでしたね。
あー、そういうことね。倒す必要あんのか。あと3体いますね、多分。セイントマント。これ装備品ですかね。だいぶ上がる。つけとこう。で、マップ的に、そうですね。端のところに4箇所みたいな。そんなところかな。よし、では。2体目行きましょう。みんな、気をつけて。よーし、行きましょう。もう攻撃がね、めちゃくちゃえげつないんですが、ただ意外とかわせるみたいな、そんな感じですね。当たっちゃいましたけど。もう一周回ってこれが強いっていうところまであるな、この魔法攻撃ね。ということで2体目です。ありがとうございます。よし、ということで3つ目いきましょう。行きましょう。多分接近してたら大丈夫かな。ビームの時はね。いいよ。オッケー。よろしくね。大丈夫、いける。よーし、ありがとうございます。ブーツかー。まあ、能力上がるんだったら、つけておこうかな。めちゃめちゃありがたい。ということで、4つ目いきましょう。4体目。
くね。なんかすごい力で押し切れちゃいましたもう剣ブンブン振りましたから倒しちゃったみたいな、そんな感じでした。これで大丈夫かな。で本来はあれですよね、先に門調べてみたいな、そんな感じだったかなと思うんだけど、いよいよですね。いよいよって何回言ってるんでしょうか ここは私の国か。お父さん、お前無事だったのか。怖かったよお父さん。もう大丈夫だ、お父さんがお前を守るからな。守る？お父さんが？お父さんは僕を守れなかった。この奥にハムナルがいるんだね。おう。よし、ということで60レベルにも到達しましたね。